どうも、くにさんです。私はですね、今現在栃木県の栃木市の方に来ております。今回はですね、この私の地元の栃木県のね、この栃木市、皆さんに歴史を兼ねて観光という形でご紹介していこうと思ってます。この栃木県はですね、市町村の人口で言いますと1位は宇都宮市、2位は小山市という形で、まあ新幹線止まる市なんですけども、第3位にですね、この栃木市がなっております。この栃木市はですね、蔵の町、そして旧宿場町、そして小さな江戸という形で小江戸と、こんな3つのね形で呼ばれている栃木市になります。今現在ですね、私は栃木市の中心街にあります無料駐車場、車でねそこまで来まして、ここからね観光をスタートしていこうと思います。はい、私が止めた駐車場の入り口なんですけども、こんな感じでね、来街者用無料駐車場となっております。ここのね営業時間はですね、9時から夜のね19時という形で駐車ができるような形になっております。下の方、連絡先と書いてあるんですけども、栃木市役所、栃木市観光協会という形で、観光に来られた方はですね、ここ安心して止められます。中はねこんな感じになってます。かなりね広い場所になってますので、安心してね止められる場所となっております。次はですね、栃木駅の方にね、向かおうと思います。電車で来られる方もおられると思いますので、まずはね外観、栃木駅の方ですね、はい、行きたいと思います。はい、栃木駅北口の方に着きました。北口はですね、このような形になっております。とても静かな場所ですね。この栃木駅はですね、 JR 両毛線ですね、栃木県小山市からですね、群馬県の前橋市にあります新前橋駅、そこまで走っているのが JR 両毛線になります。もう一つはですね、東武日光線になります。これはですね、埼玉県の宮代町、そこから東武動物公園駅というものがございまして、そこから東武日光線が始まりに、最後はね日光市の東武日光駅、そこまでね東武日光線が走っている、この2つの路線がね走ってるのがこの栃木駅になります。まずはですね、この栃木市の歴史、これをね説明していこうと思います。まずはね戦国時代、そこまで遡って説明していこうと思います。まず戦国時代のこの栃木市のエリアはですね、皆川広輝、そういうね、領主がここのね地を治めてました。次はですね、こちらの地図をご覧ください。この戦国時代の栃木市エリアはですね、皆川広輝、先ほどねご説明してました領主、こちらがここを治めてたということなんですけども、南からの小田原の北条氏、そして北西の越後からの上杉氏、そして東北より宇都宮氏、東方からの日立の佐竹氏と、四方八方でねそれぞれの勢力が進出する中にあってね、戦乱は絶え間なく続きました。戦国時代はですね、エリアごとにねそういう位置づけになって乱戦が続いてた、まあそういう状況だったんですね。そして天正18年、豊臣秀吉のね小田原城攻略の際にですね、時の領主皆川広輝はですね、北条氏、小田原の北条氏との盟約によってね、小田原城に来いと出向いたんですけども、皆川が留守中にですね、この豊臣方のね派遣軍に攻められてしまいまして、この皆川広輝がね城を構えてたこの皆川城、これがね落城してしまいました。その後徳川家康にね吉見を通じてこの本領地をですね安堵するという、はい、そういうことをね言い渡されまして、天正19年から本格的に栃木城というものをね構築したという形になります。まあそこからですね町づくりを行いまして、現在のねこの栃木市の元を築いたと、そういうね戦国時代になっております。お次はですね、蔵の町遊歩道、こんなのがございます。このね、矢印の方向に向かって歩いていこうと思います。いやー、のどかな場所ですね。こんな感じで、いやー今日は天気が良くてお散歩日和ですね。いやー気持ちいい。池をなんか見たんですけども、水綺麗なんですよ。すごい透き通ってて、それと鯉がね、こんな形で3匹いましたね。いやー気持ちよさそうに泳いでんな。
めちゃくちゃ水が綺麗です。はい、こちらがですね、栃木市の中心をね流れている川、うずま川になります。そしてこの橋はですね、こちらの方に書いてある通り幸せが来る橋という形で、高麗橋とねいう橋になります。高麗橋がですねこちらになります。そしてこのうずま川の高麗橋、これからですね右の方行きますとね、奥の方にですねたくさんの蔵がございますね。冒頭の方でもね説明しました通り、栃木市はですね蔵の町という形で、たくさんの蔵がねここで見られる形となっております。うずま川と蔵とですね、このビジュアル、かなりねインスタ映えするスポットとなって美しい場所になりますね。それではですね、歴史の話の続きをねこれからしていこうと思います。次はですね江戸時代に入ります。慶長14年、ここの地をね治めていた皆川氏はね、改易、まあ改易というのは役職を解任ですね、解任されまして、徳川の家臣本田忠勝がね藩主となります。当時存在していた栃木城もですね取り壊されてしまいまして、城下町から商いの町へと発展しました。江戸時代のね初代将軍徳川家康が亡くなった後とですね、栃木市に日光平霊寺街道というものがね通るようになったんですけども、名前の通りですね日光街道という形で日光の方に向かうね道ということで、この真ん中のですね平霊寺、この平霊寺というのはですね神様にですね献上する使いのもの、そういう人のことをですね平霊寺という形になります。まあ日光街道、日光はですね日光東照宮徳川家康の墓ということで、この日光平霊寺街道はですね京都にね天皇がおりまして、この平霊寺を使いましてね神となった徳川家康墓の方にですね献上するものをね持っていきなさいと、この平霊寺にお願いをして、この日光平霊寺街道を使って歩いていったと、そういう道があります。そしてこの日光平霊寺街道ができたことにですね、この栃木市のエリアですね、まずこちらの地図を見ていただきたいんですけども、まず南の方、旧ね大平町、ここに富田というエリアがございまして、富田塾、そちらにそういう宿泊街がねできまして、そして私が今いるこの栃木エリアの中心部ですね、ここに栃木塾、そしてさらに北側行きますと合戦場というエリアがございまして、そちらに合戦場塾、そしてさらに北に金崎塾、この4箇所のエリアにですね宿場が置かれまして、現在の町の基礎ができた、そういう形となっております。実際の栃木平霊寺街道はですね本日通る予定なので、後にですねご紹介したいと思います。さらに江戸時代後期以降になりますとね、渡良瀬川と現在のねこの目の前にある渦間川を利用したですね宿運による物資の集積地として発展していったと、商人の町と宿場町と、まあそういう形で栄えていった、それがね栃木市になります。まあ先ほど集運と申したんですけども、この集運とはね船による運搬、物流ですね。栃木市はですね目の前にある建物の蔵、これがですね木材改装問屋、江戸時代当時にですね栃木市の木材を船に乗せて東京の方ですね、そちらまあ江戸ですね、江戸の方にあります深川というところですね、現在で言えば江東区のエリアですね、そちらの方まで木材を運搬して商いを行っていた。目の前にある建物はですね、まあそういう木材の問屋さんだったんですね。ここの人はですね塚田屋と、はい、なってまして、現在はですね塚田歴史伝説館という形で観光名所になっております。後にねこちらの方撮影できればですねご紹介していければなと思ってはいるんですけども、江戸時代はですねこのような形になっております。はい、今現在ですね私はですね先ほどこちらの道から手前にずっと来た形でして、ここはですね栃木市の中心街になります。そしてですね目の前にございますのが大きなスターバックスですね、蔵の町の栃木市というところで蔵のねビジュアルをですねコラボレートしているような形で建物を作っているみたいですね。そしてですね私のこの背中の方、こちらに行きますとね日光平霊寺街道ですね、先ほど話したやつですね、それの栃木塾のね絵図がございます。ここにですね
現在地と私がいるところですね。そして下の方に行きますと、ここにですね橋がございます。ここはね高麗橋じゃないかと思うんですけども、まあ、下の方にですねここにね渦間川と書いてるので、まあ、ここは高麗橋じゃないかと思います。お次はですねこの目の前にあるスターバックス、このスターバックスのですね道路を挟んで向かい側、こちらになります。昭和9年創業のね栃木市の老舗の和菓子屋さんである藤屋本店さんになります。ここの名物はですね目の前に書いてあります自慢焼き、それと小倉ソフトですね。この2つがね人気な商品となっております。まあ自慢焼きと言ってもですね、簡単に申しますと大判焼きですね。皮が薄くて大判焼きよりもねちょっと小さいような形の代物になります。今回はですねこの自慢焼きとですね小倉ソフト、この2つをね堪能していこうと思います。いやー藤屋本店さんのね右側の方にもですね1、2、そして3、4と、はい、5つ蔵が建ってるような形なんですね。いやー伝統的なね建物美しいですね。はい、こちらがですね小倉ソフトになります。いやー小豆がねがっつりです。いやーうまそうだね。あとねこのソフトクリーム、こちらの方もねちょっとね色が黒くなってますので、こちらの方もね小豆入ってるみたいです。小豆ソフト、ソフトクリーム自体も小豆なんですね。それではねいただきたいと思います。それではですねいただきます。おーすごい、小豆がねソフトクリームの中に入ってる小豆めっちゃくちゃ入ってる、濃厚。うん、そしてね今度小豆っすね。それでは小豆の方いただきます。うん、小豆うま。じゃあ一緒に食べてみますか。いただきます。うん、おいしい。これはね栃木市観光に来たら絶対食べた方がいいですよ。大倉ソフトうまい。はい、こちらがですね自慢焼きになります。左側こちらが粒あんですね。ごまがね入ってるみたいな感じですね。はい、そしてこちら塩キャラメルカスタードになります。ちょっとねちっちゃいんですよねやっぱり大判焼きと比べると。それではですねまずは粒あんですよ、こちらをいただきます。うん、周りね薄皮でパリパリうまい。そしてあんこなんですけども、これも先ほどの小倉ソフトに入ってたあんこと同じなので、うん、いやうまい、あんこうまいわ。お次はですね塩カスタードキャラメルですね、いただきます。うん、うま。なんかねプリン食ってるみたい。外はね薄皮パリパリ、中のねこのキャラメルカスタードうまい。これあんこも美味しいですけどね、塩カスタードキャラメルもねかなり美味しいです。うん、はい、車の方に戻ってきました。先ほどのね自慢焼き、それと小倉ソフト、これをね食べてしまったら食欲がね湧いてきちゃったので、すでに今午後1時ぐらいなのでお昼ご飯食べに行こうかなと思います。お店の方に着きました。お昼ご飯のお店はこちらになります。栃木名物といえばじゃがいも入り焼きそばですよね。そのじゃがいも入り焼きそばで有名な大間三浦商店さんになります。それではねここでお昼ご飯食べに行こうと思います。栃木市のね中心部の方に戻ってきました。先ほどのね焼きそば、それはねテイクアウトで買ってきました。あそこのお店はですね基本的に8割とか9割ぐらいの人がですねテイクアウトの方の方が圧倒的に多いお店になります。店内でもね食べるんですけどね。それで今私がいるところはですね渦間川、この後ろに走ってるのが渦間川なんですけども、そこのね公園橋というところに来てます。それではね先ほどの焼きそばご紹介していこうと思います。先ほど買ってきましたのはこちらね芋フライですね。芋フライと言いますとね大体
佐野の名物って言うんですけども、ここはジャガイモ入り焼きそばをやってるというところなので、芋フライもねやってるお店なんですね。先ほどですねソースの味をね、甘いソースとフルーツのソース1個ずつ、1個1個っていう形で頼んできたので、こうやってテイクアウトしますとソースがねどっちなんだかって分かんないので、こういう形で右はフルーツのソースですよっていう形でこういう風に書いてくれるんですね。とてもありがたいです。でこちらが焼きそばになります。それでは開封の方をしていきたいと思います。はい、開封しました。こちらがですね、芋フライとジャガイモ入り焼きそばになります。いや、うまそう。それではですね、まずは芋フライフルーツソース味の方ね、いただきます。いや、でかいんだよこんなん。めっちゃでかい。1個にすればよかった。ではいただきます。いや、でかいわ。じゃがいもね、半分に切ったぐらいの大きさっすね。うん。いや、フルーツソース程いいね。酸味があって中のじゃがいもホクホク。いやー、うまい。うん。そして次は甘いソースです。いやー、パッチと変わらずでっけー。いただきます。うん、うん。いやー、甘いソースって書いてあったんですけども、気持ちね、酸味はありますねって言うんですけども、こうやって持ってくる時にですね、同じねパックの中入ってるんで、多分ソース混ざっちゃったんだろうな。やっぱ買う時にはですね、ソースごとにねパック分けて買うように、まあそうした方がねいいと思います。でもね、甘い方はねかなり甘いです。まったりしてるような感じで大変美味しかったです。お次はですね、メインの栃木名物であるじゃがいも入り焼きそばいただきます。いやー、これ並盛りで頼んだんだけど、めっちゃねボリューム半端ないんですよ。いやー、すごいわ。それではね、いただきます。うん、うまい。久々に食べたじゃがいも、いただきます。うん、ホクホク。やっぱり地元の味がホッとします。うん、おいしい。昔ながらのね焼きそばっていう感じの味なので、よくねリンゴとか果物系を入れてね甘くするソースとかで絡めてる焼きそばとかあるんですけども、これは違います。昔ながらのねソース焼きそばっていう感じなので、もうねホッとするんですよ。はい、高麗橋の方にね戻ってきました。それではですね、こちらの塚田歴史伝説館、こちらの方をね見学していこうかなと思います。景観重要建造物とね認定されてる場所になりますね。はい、はい、こちらが塚田歴史伝説館さんになります。入り口はこちらですね。中に入っていきましょう。館内は動画撮影は NG でしたので、今回は写真でのご案内となります。まず入場料を払うと、三味線を持ったロボットばあさんがお出迎えの説明をしてくれます。奥に進むと、塚田家で集積したたくさんの家宝が展示されておりました。さらに奥に行くと、蔵芝居というロボットを使った上映箇所があるんですが、2名以上でないと観覧不可とのことでしたので、今回は見ることができませんでした。吾妻川の伝統的な内容が見れるとのことなので、気になる方は行ってみてください。はい、塚田歴史伝説館さん出てきました。お次はですね、この目の前にある船乗り場、こちらの方ね乗っていこうと思います。Thank you.
やー船乗り楽しかったです。それではね、次のところ向かいましょう。お次はですね、こちらの神社になります。栃木神明宮というところになります。こちらはですね、明治時代にですね、とあることできっかけとなった神社になります。それではね、中の方に入っていきましょう。いやーとてもね、古い建物になりますね。こちらのね、神社はですね、お伊勢様と言われてまして、室町時代中期にですね、伊勢神宮って皆さんご存知かと思うんですけども、その伊勢神宮からですね、御分霊をいただいたというね、御分霊がね、神となって祀られてる、まあそういうね、神社となります。はい、こちらの神社のですね、話、歴史になるんですけども、明治以降からのね、お話になります。栃木県の栃木の名所の由来はですね、現在の栃木市、明治当時はですね、栃木町というところだったそうです。明治4年7月にですね、廃藩置県、藩というね、エリアがなくなって、まあ都道府県の県ですね、それが実施されたということで、それまでの藩は全て県となり、多くの県がね、成立したんですけども、この中にですね、栃木県という県名はね、その時はなかったそうです。同年のね、明治4年11月にですね、宇都宮県と栃木県、この2つにね、整理統合されまして、栃木という県名はね、この時の本県最初の県庁所在地、このね、栃木市、まあ当時で言えば栃木町ですね、に由来してるという形となってます。さらにですね、明治6年6月15日にですね、栃木県と宇都宮県が統合されまして、現在の栃木県が成立した、そういう形になっております。しかしこの時の県令がですね、この地域の自由な風土から自由民権運動の拠点の一つとなっていた、これを嫌ってまして、現在の宇都宮市に県庁を移した。だからですね、今現在栃木県の県庁は宇都宮市、まあこれがねきっかけとなっております。そしてですね、目の前にあるこの社殿の屋根の方行きますとね、今はねついてないんですけども、昔はですね、2組の千木、千の木と書いて千木ですね、はい、それと8本のカツオギ、これがですね、遠くから見ると10本に見えた、まあそういうところからね、神社のあたりを遠千木と、そういう形で呼ぶようになったという説がございます。まあこれのきっかけがですね、栃木県名残のある栃木という名所がねついた。栃木県のね、この栃木というのはね、この神社から由来となったと、そういう形となってるようです。はい、こちらはですね、明治初期にですね、栃木町が県庁って形であったところの県庁堀ですね、その名残がね残ってるところになります。そしてこの県庁堀にですね、この目の前ずっと川行きますとね、渦間川がねありまして、そことつながってるんですね。ここを宗居と言います。江戸の方からね、政治関連でこちらに出張という場合はですね、船に乗って利根川から渦間川、そしてここらの宗居を通ってこの県庁堀に来まして、ここで降りると、そういう形の移動手段ですね、になった場所ですね。そちらがね、こういうところの県庁堀、はい、そういうところになりますね。そしてこの県庁堀なんですけども、 Google マップの方にね、四角く囲まれてる場所がちゃんとね分かるんですよ。それではね、そちらの Google マップご覧ください。どうぞ。ご覧の通りですね、四角く囲まれてるのが分かると思います。今現在はね、高校と小学校があるような形になってるんですけども、江戸初期のね、県庁であったこの県庁堀、今現在もね残ってるような形になってます。こちらにね、看板がありました。県庁堀つけたり宗家とね、はい、書いてあるんですけども、こちらのですね、県庁の堀の状況が記載されているんですけども、この県庁堀は県庁の敷地に東西で約246メートル、南北で、まあ、約315メートルの方形に巡らせた幅約6メートルの堀と、こういう形になってるんですね。246に対して315ですよ。いや結構大きい敷地なんだなっていうのがね、このね長さを見てわかるかと思います。はい、目の前にあります建造物はですね、旧栃木町役場の建物になります。これはですね、綺麗に修理されまして、まだねオープンしてないかと思うんですけども、ちょっと入り口の方見てみますかね。栃木市立文学館、旧栃木町役場庁舎と書いてますね。開館準備中になってますね。開館は令和4年2022年の春をね予定してると、もう少しお待ちくださいと書いてありますね。右からね、栃木町役場と右文字っていうのがね、なんか違和感ありますね。
次はですね、こちらの建物になります。横山郷土館というところになります。ここですね、栃木市のですね、豪商、お金持ちの商人のところなんですけども、北半分がですね、朝問屋っていう形になってまして、南半分はですね、明治32年に設立された栃木共同銀行というところで、朝問屋さんと銀行屋さんという形でね、2つのね、商売をやっていた、まあそういうところの豪商のところになります。今現在ね、もう4時半ぐらいですので、一応見学できることはできるんですけども、もうこの時間帯はお店やってませんでしたね。気にいらっしゃる方はですね、中身見学できますので、こちらの方ね、旅行来る際はですね、一度ご覧になってください。はい、こちらがですね、今回の動画の最初の方で説明しました日光霊平寺街道、はい、そういうところの場所になります。実際はね、こうやって見ますと、まあね、今最近のよく見受けられる感じの、もうコンクリート張ってある通りになってるんですね。この先にですね、古い建物ございますので、まあ簡単にね、映像でお見せしたいなと思います。こちらもですね、登録有形文化財という形で登録されている建物になりますね。いやー、立派だな。お次はですね、こちらになります。明治元年1781年にですね、油屋として創業、そして江戸幕末にですね、味噌屋さんとして創業しました、油田味噌屋さんになります。栃木市のね、老舗のお味噌屋さんでしたらね、この油田味噌、ここがね、有名なお味噌屋さんになってますので、ここもね、いいところです。私も一度ね、行ったことあるんですけども、深い味わいでね、大変美味しいお味噌です。中でね、味噌田楽食べれますので、ぜひね、味わってみてください。はい、ここの油田味噌、栃木駅からですね、歩いて一番遠いところです。私が今日歩いた中ではですね、なので、ね、ここで歩くのはちょっと大変なのでっていうところで、こちらの方に見ますとね、栃木市ふれあいバスというのがねございます。市バスがあるんですね。それでこの油田味噌のお店の前にですね、こちらにバス停がございます。こちらにね、油田味噌の方にお越しになられる方はですね、この市バスにですね、乗られてくると大変楽になるかと思います。本日のね、夕飯のお店に到着しました。今回の夕飯のお店はこちらになります。長円軒さんになります。栃木市のね、ご当地グルメである夕顔ラーメン、夕日の顔のラーメンっていう形ですね。かんぴょうのね、身をね、麺に練り上げて作ったラーメン、それがね、栃木市のご当地ラーメンになります。このね、かんぴょうの身を入れますとね、食物繊維、あとカルシウム、カリウム、これがね、かなり豊富に入ってるということなので、まあ特にね、食物繊維入ってることなので、腸内環境よろしくない方はですね、大変お通じが良くなったりっていう形で、健康にいい麺になります。ここの担々麺有名なので、それでは食べに行こうと思います。はい、これでね、栃木市の観光の紹介はね、以上となります。今回の動画いかがだったでしょうか。今回はですね、歴史を主に置いたという形で観光をね、巡っていった形になります。蔵の町
旧宿場町、そして小江戸、この3つの、ね、名称で言われている栃木市。小江戸と言いますと関東地方では埼玉県の川越市、こちらが、ね、メジャーな小江戸と言われている観光地になるんですけども、あとはですね千葉県の香取市にあります佐原という、ね、エリアになりますね。そしてこの栃木市、この3つが、ね、関東地方の小江戸と言われているとこなんですけども、この3つの中でですね川越市に比べますとね観光のボリュームとしてはちょっとちっちゃいんですけども、魅力のあるところ数々ありますので、この栃木市の観光ぜひご覧になってください。そしてもう一つの私のやってる北関東グルメチャンネル、そちらの方もですねこちらの栃木市にありますこちらのねサムネイル、こちらのラーメン屋さんですね、大道というところなんですけども、こちらのラーメンもね老舗の美味しいラーメン屋さんになります。今回のね最後に食べました長栄軒さんのこの担々麺、こちらもね大変美味しいラーメンでした。今回の動画がね参考になったと思いましたらグッドボタン、高評価ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録下にございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではね次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。